イのパイのパイ、はい、おっぱいのパイのパイでしたね。面白い曲でしたね。いやー、なんとも言え愛嬌と、うん、なんかしたらちょっと日に行くと、はい、色のも含まれてて、はい、当時の様子がこれ出てるんですよ、要はね。なんか音源もすごく古びかしい感じがしましたけれども、はい、シャリシャリシャリと張り音が聞こえましたね。ね、はい、当時の音源なんですが、なんと1918年の曲ということで、庄司太郎で東京節、まあ、パイのパイのパイとも呼ばれて曲をお送りしました。あ、なんかパイがいっぱい食べられるみたいな感じですよね。確かにパイのパイのパイが出てきましたよ ね、 ね、面白いですね。まあ、分からん人はそういう感じとるかもわかりませんね。パイのパイのパイパイパイってね、私役の人の曲みたいな、はい、あ、そうですか。あの庄司太郎さんね、はい、僕もあのもちろん知り合いじゃないですかね。もう昭和47年に79歳で亡くなったってことを聞いてるんですけども、お生まれになったのが明治31年という、はい、この遥か、まあ、昔の人やったんですけど、歌はどの方も面白いですね。歌詞、ね、歌詞も独特ですし、はいはい、まあ、あの大正時代から昭和の初めから、まあ、ずっとこの辺りのちょっと隠れた名曲をね、うん、有名な曲はもう皆さん他の曲でもたくさん聴いてあると思いますけども、隠れて面白くて、はい、面白くて皮肉でユーモアというのをね、はい、うちのディレクターが選んでくれましたもんですから、はい、それをまあ我々こう与えられた曲で今日はね楽しみたいと思っておりますが、はい、で最初は庄司太郎さんで、うん、この方34歳がね、はい、レビューだったらしいですよ。結構遅いですよね。なんかね、あのとにかく明治31年秋田県に生まれになって、はい、でまあ早稲田大学のね経済学部からだったんです。結構頭がいいとか、うん、まあ、まあ大学で決めるもんなんですけどね。はいはい、あのまあ、まあ、要は最高学部を行って、うん、で南満州鉄道というね、当時ね日本の国策会社で、まあ、日本は植民地をずっと広げてた時代でしたんでね、はい、そのまあエリートのサラリーマンとして、うん、まあ、中国大陸で働いてはったんけども、俺は歌がどうしても忘れられんということでね、はい、それを投げ打って日本へ帰ってきはって、なんかのコンテストに出はりまして、それがきっかけでですね、なんかキングレコードと独占契約が結ばれて34歳かなんかでデビューした。それからダダダダダダダともう勢いとどまるぐらいの勢いでいって、皆さんあのほら直立不動の姿勢でね、はい、あの七三にビャーッと、まあ、燃えるような髪を開けてはって、うん、眼鏡かけて、まあ、あのちゃんとスーツでプチッとこうね、もう街の中の電柱みたいな顔して立ってはって歌はる人なんですけども、まあ、この方の初期の頃の今の曲やと思いますね。なかなか面白い方ですよね。でまあ植木さんがおっしゃったように、今日はまあそんなところでいろんな音源はが、まあ、味わえるということですね。そう、昭和初期を中心に、はい、その頃の時代の曲を当時の音源でお送りしていくということですね。そうですね、今植木さんがあのちゃんとおっしゃいましたけども、なんかカシャカシャした音がして、はい、これはあの当時この庄司さんあたりの時代はいわゆる割れるレコードやったんですよね。ST というんですが、なんで ST というかちょっと分かりませんけども、はい、まあ、そういうレコードであって、確かに音したらパリッと割れましたね。そういうような硬い素材でできたレコード、はい、丸いレコードって知ってますね、植木さん。はい、なんかもの黒い円盤といいますか、大きいサイズですよね。その程度ですか。そのくらいのイメージですか。そうですか、ちょっと本物見せましょうか。あら、はい、今日でなんかね、もうまさかいろんなものを持っていただいて、僕は今日はもうね、本当久しぶりに山行くみたいな思いを持ってあの5分間かでここまでやってきたんですけど、息切れがしたぐらいです、はい、でも重いんですよ、レコード。ねえ、なんかその重いんですね、レコード。持ったことがなかったので、はい、はいはい、これこんな大きな、でも30センチぐらいはありますかね。はい、30センチありますかね、うん、でその中に今引っ張り出しましたので真っ黒のね、はい、もう出てきて、はい、でこれちょっと触ってみはりますか。まあ、当時でしたらね、もう貴重なもんですから、みんなね手袋入って触ったんですよ。あ、確かにいいですよ、ね、今はいはいはい、これ僕ね、あのリサイクルショップが好きで、はい、まあ、この番組始める前は毎週ね土曜日はね新大阪にあります、まあ、そういうマーケット回っとったんですよ。その頃、まあ、10年以上前に買ったもので1枚50円ぐらいだったんですね、これが。これはあのね、都はるみさんのね、演歌一筋都はるみただ一人というね、
まあ、宮古晴音さんの中でもあんまりヒット選曲ばっかりが あったと、まあ、ヒット選曲もあったのかも分かりませんが、はい、そんなとこはこの LP に入ってるんですよ。これはだから割れないレコードですね。これは頑丈なんですね。もう同じぐらいの、まあ、レコードで SP 版というのは落としたら割れるんですけど、これは割れないですけども、はい、指紋をつけてもゴミがちょっとついただけでもですね、はい、針音チューンが入るんですよ。で当時のレコードっていうのは全部そのハリーチューンがありましてね、はい、ST レコードの場合は、黒い円盤のところに溝がこう刻んでましてね、はい、ぐーっと連絡したカタツムリにこうなっていくわけですよね。その溝に、まあ、両方にちょっとギザギザがあって、それをそのハリという細いダイヤモンドとかサファイアとか竹とかがあったんですけども、はい、それがこう振動を得て、その振動を、まあ、電気信号、いや当時蓄音機の場合電気はなかったんですが、うん、なんか変えてスピーカーを流してたというな、それからその針の音がやっぱ拾うんですよね。特に SP は硬いもんですから、硬いもんに硬い針ですからね、はい、パチパチという音が入るんですけども、 LP になっても柔らかいけども手入れの悪い LP 版はそんなことが入ってたというようなことがあって、もうかけるのが大変一仕事やったんです。これ、だってこの LP もこの表裏6曲ずつ入ってるみたいですけど、そうなんですよね。あのこのその曲も全部こういった、ただ一人とか北の港とか忍び草とか雨の港とか、あんまり宮古晴音さんで聞いたことない曲が入ってましてね、まあこういうように当時売れんかった、まあ、いたあのバンドがそんなのが、はい、バーッともう10年ほど前にいらんようになった人とかもう亡くなったとかで放出されたというのが売り出されて、それがまあそのね中古市場でもう叩き売りでしたね。でも今むしろちょっと価値が上がっていそうな気もしますよ。もう貴重ですよね。貴重ですね。今貴重ですね。今もまああの LP 作ってるところもあるらしいです。よくわずかですから、そんなもんはね。まあ、貴重版になって、もうこれだけの専門のショップがね、あの例えば百貨店で開かれた時なんか、はい、もう溢れるような人で、もう掴むような掴み取りみたいなのを、もう襲いながらこう人の肩の上から手が伸びてくるような人気らしいですよ。すごいですね。まあ、そんなこれ入れときましょうか。はい、ちょっとこれもう探す、お、あ、次の曲も聞こえてきましたね。来ました。おお、飛びたらもう次入りますね。はい、ちょっとしばらく聞いていただきましょうか。はい、行きましょう。これがね、この紙のレコードですよ。でも紙ってすごいペラペラで柔らかいんですよね。はい、そうです。ちょっと止めてますよ。はい、まあ、この曲大体ちょっと、まあ、こういう紙のレコードも、先ほど言った大きな LP レコードも、はい、ここにもう一つ出すのドーナツ版というね、これ45回転のレコードです。なんでドーナツ版かというと、真ん中のところには大きな穴が開いてるんですよね。でレコード普通プレイヤーのところにはアタッチメントを入れて、細い穴のあるようにこれ差し込んで、こういうレコードプレイヤーにかける。それでドーナツのような格好をしているからドーナツ版って言ったんですよね。いろんな形があるんですね。いろんな形、そうなんですよね。はい、まあそんなところで、これは紙のレコードからまあ再生している、そういうことが全てのものが再生できて、まああの電池単一が9本か10本入るんですけどね、でそれで野外でも持って歩けたという、そんな面白い採石機が出ましたもんですから、僕こう解いて、もう1997年に買って、もう何年になりますか今。97年だったらもう26年ぐらい経ってますね。はい、26年ぶりに今日朝2回目今日再生して生きてましたね。いやちょっと待ってますね。日本コロンビアという会社のレコードがぐるぐる回ってるところも私多分初めて見たと思いますね。あ、そうで、私の子供の頃もギリギリカセットテープ MD、CD ぐらいだったのでまあ今の時代でもうそもそもスマートフォンとかで聞いちゃいますしね。はレコードをレコードところなかったです。あ、そうですか、はい、そういう意味ではちょっと今日面白いですね。またいろいろ装置の話もしながら、はい、もう、まあ、次々曲が流れてまいります。今日はなくてしまうもないですね、はい、次行きましょう。では次の曲をお聞きします。はい、はい